よーし、いい子のいい年した大人諸君、授業を始めるぞ。今日の1時間目は算数だ。子供でもできるごく簡単なものからやっていくから、みんな手を挙げて積極的に答えるようにね。難しい問題には無理して答えなく。先生、僕は生まれてから今まで算数ってのをやったことがありません。せえよお前、まだ先生喋ってんじゃん。人の話は最後まで聞かないと、てめえ追い出されるぞ俺に。すまねえよ。謝り方変だろ。まあいいや、とにかく始めよう。よっこいせ。なんだ先生は今日こういう格好で授業してくから。すげくねえすか先生。すげえよ、すげえよ。これは家で随分と練習したんだから。じゃあまずは 1+丸=4、この丸の中に入る数字は何だと思う？あれ、誰も手を挙げないね。仕方ないな、消極的なおじんどもの中から先生が当てちゃおうかな。俺に当たるな、俺に当たるな、じゃあ俺に当たるな、俺に当たるな。そこの君。え、僕ですか。さっきからお前としか会話してねえから目につくんだよ。78。ブブー、外れ。バカかお前は。そんなバカな、嘘だろ。動揺しすぎだろ。